解体して先に設計段階で確認するという作業をしています。これからまず既存の骨組みとかを把握して、まず設計段階でどこをどう使えるかっていうのを詳細に詰めていこうと思います。で、事前にそうすることで現場入った時に、よりスムーズに、現場を進めれるっていうふうに考えてます。イノベーションを